はい、おはようございます。ゆりゆりです。今日はですね、動物病院に、家臣をね、連れて行っている時の映像をバックに、その後のですね、家臣の経過ご報告と、あとはですね、皆さんに、お願いがあって、今ね、動画をお送りしています。まずですね、バリケンに家臣をね、載せている映像なんですけれど、今まではですね、エリザベスカラーをつけて、で、バリケンの中に入って中でね、くるんと反転して、頭をですね、まあ、こちら側ですよねに向けて、運搬することできていたんですけれど、なぜかですね、この日に限って全くできなくて、仕方なくですね、エリザベスカラーを外して、リードを、まあ、引っ張っている状態で、要は右足に届かないような感じで、引っ張って、運搬していたつもりなんですけれど、この映像を見て、あら届いちゃってるやんみたいな感じに、ね、なっていたのでね、ちょっと次からはね、まあ、これで、しちゃダメだなって思いましたね。まあ、一旦ね、面倒ですけど、一旦、エリザベスカラーを外して、中に入れて、で、こっちに頭向けたところでね、またエリザベスカラーをつけてっていう感じじゃないといけないかなと思いましたね。まあ、ですけれど、まあ、病院にね、連れて行ったら、傷の方のですね、回復は順調だということでした。顎の下だけ、ドレーンをね、入れて、溜まった血やね、海を排出していたわけなんですけれど、こちらのですね、ドレーンも、まあ、抜きまして、今のところね、海等は溜まってないと。また、季節もですね、幸いしたところもあって、可能もしてなくて、その後のね、経過は今のところ順調ということに、だそうです。で、抜歯の方なんですけれど、来週の中頃を予定しています。ですので、抜歯後、その週のですね、週末からまたね、一緒に、家臣とね、山を進めたいなと思うんですけれど、いきなり、山でね、走らせると、足をね、捻挫したりとか、する可能性がありますので、ぼちぼちですね、復帰に向けたトレーニングをですね、リハビリを兼ねて、一緒にね、やっていきたいなと思います。それが1点と。あとですね、もう1点。これは皆さんに、お願いなんですけれど、Twitter、インスタをですね、フォローいただいている方はご存知かと思いますけれど、家臣の治療費がね、かなり大変なことになっています。明細の方ですね、Twitter、インスタに上げてますので、フォローいただいている方はね、ご覧になった方いらっしゃるかもしれないですけれど、日曜日のですね、治療費がですね、59,990円と。まあね、それプラス、まあ、ガソリン代とかね、まあ、関門トンネル通りましたので、片道110円。往復で、まあ、220円。まあ、それがね、まあ、2回行ったので、まあ、440円とかね。あとは、通院費、1回分、880円と。まあ、かかってはいるんですけれど、まあね、1回目の、59,990 円っていうのが、かなり僕にとって、まあ、負担になってまして、このね、まあ、治療費を、まあ、皆さんにね、ご協力いただけないかなというふうなのがお願いです。と言っても、お金は一切、いりません。ご協力していただきたいのが、少しお手数なんですけれど、ジムニーフォーライフ .com のホームページの方来ていただいて、こちらのですね、ホームページに、例えば、
Amazon であったり、Yahoo であったり、楽天であったりとアフィリエイトリンクを貼ってますので、ジムニーのね、パーツを購入したりとか、また犬とか猫とかのね、用品餌をね、購入したりとか、あとはまあ普段のね、まあ、生活必需品であったり日用品であったり、まあ、通常であれば、Amazon や Yahoo、楽天のね、サイトに飛んで購入していたものを少しね、お手数かけて申し訳ないんですけれど、ジムニーフォーライフまで一旦ね足を運んでいただいて、そこからね、リンク飛んでいただいて、購入していただければ皆さんのですね、負担額が0円で、家臣の治療費として、数円ですけれど当てることができますので、そちらねご協力いただけないかなと思いまして、皆さんにねお願いしています。これをですね、ツイッター、インスタで、お願いしたところ、数名の方がですね、ジムニーフォーライフ .com のアフィリエイトリンクからですね、何かしらの商品を買っていただいてっていうのが、これは僕にはわからないので、どなたが何を買ったのかまではねわからないんですけれど、いずれにしても、数名の方がですね、何かしらの商品を買っていただいて、トータルでですね196円ね、アフィリエイト報酬がありました。こちらの方はですねもちろんすべて、家臣の治療費として当てますので、わずかね、数円なんですけれど、ご協力いただけないかなと思います。先ほども言いましたけれど、これは皆さんの負担額が0円でね、家臣の治療費として当てれますのでね、何卒ぞご協力よろしくお願いします。で、誰がどの商品をね買ったかっていうのが僕には分かりませんので、そういったね、プライバシーもきちんと守られていますので、ね、安心してご協力、ご購入いただけたらと思います。ということで、今日はですね、家臣の経過のご報告と、アフィリエイトリンクのご協力のお願いでした。Amazon、Yahoo、楽天以外にも、例えば Amazon プライムであったりとか、例えばね、各種クレジットカードであったり、いろんなねアフィリエイトリンク貼ってますので、そちらの方ですね、記事見ていただくだけでも構いませんのでね、それも合わせてご協力の方よろしくお願いします。抜歯でき次第またね家臣と一緒に、山をね、攻めるために、リハビリ頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価ボタン、またコメントの方よろしくお願いします。ということで、本日もご視聴していただきありがとうございました。ではまた。